韓国空軍が空中給油機 KC330 を実戦配備、対日作戦に投入へ。本日、韓国空軍が空中給油機 KC330 を実戦配備したことが確認されました。こちら、韓国空軍の F15K と KF16 戦闘機に対して、空中給油が行えるとされており、今年追加で3機の導入が行われ、計4機を韓国空軍が 運用すす。るものと見られておりますこちら空中給油を行うことによって竹島周辺での作戦時間が約90分延長されるとされており韓国が北朝鮮主導で併合された場合朝鮮半島そのものが日本に牙を剥く可能性が高まっておりますので日本政府には 有事に備え、こういった韓国が保有している空中給油機など、戦術的にですね、重要な装備を効率よく無力化できるように、準備を進めていただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました